ないんだけど。坊主初めての嘘。おはようございます、バンブーです。今日は石油王ゲーターモイルやっていきたいと思います。よし、じゃあオークションするか。今回もう俺が一番金を持っているから 6% か。 6% だとデイジーの手前で買っていいような気するけどな。 1%6000円だとすると、まあこの辺で買ってもいいぐらいだから、デイジー手前だなこれ。はい、悪いな。とりあえず 50% までは頑張ろう。このままサーマルいらないわ。もうここまで来るとこの辺買っても変わらない気がするんだよね。ここか。あー、さっき土地代高かったもんね。左下はもう情報がないから買いたくない。ここで銃とか捕まされたら嫌だし。よし、サーマル買う必要あるかな。意外と儲かるんだよな、サーマルなくても。まあサーマルあった方がすごい儲かるんだろうけどね。よし、売れ。はい、おしまーい。これ早くやって早いボーナス、あ、でも早いボーナス1000だけだもんな。まあいいんじゃないか。うわマジか。がっつり負けてるなこれ。デイジーいい土地買ったんだ今回。あ、3% だ。これちょっと試合投げよう。てか、どうせ買えないだろ。まあな。ちょっと待って、早くデイジーが買った土地を見たいんだ。うわ、すげえ、64だって。こんなところに64あるなんて思わないだろう。左下はないな。まあ、順当に行くとここなんだよな。うわー、コンピューターめっちゃ争ってんな。ここめっちゃいいんだろうな。買っちゃおう。うわいくら8000ドルか。そしたらこっち。いや、絶対デイジーの土地いい土地だよこれ。もうラストマンスだ、売り抜こう。てか掘りきれねえ。マジか。あ、これは掘れた。これが掘りきれなかったか。でかかったなぁ。うん。貯蔵庫合体は、場所取るから、たまたまうまくいけた時だけするようにしてて、倉庫合体を狙ってはいかない。サロン。あー、これな。最近見てないな、小野さん。0.97。あ、これ買っとくか。タンク、うん、3つタンク欲しいね。それはわかる。タンクありきでドリル置いていくか、ドリルありきでタンク置いていくかっていうところなんだろうね。5% か、6、5、30、3万ドルぐらい。買えたら買いたい。けど、4000は残しておかなきゃいけないから、2万6000切んないと無理なんだ、俺。うわ、やってきたわ、ブランチ。そういうことする。ねえ、そう、タンクありきの方が効率がいいのか、ただパイプのことを考えるとって思うと、ちょっと次タンクありきでやってみるか。あ、俺んとこ80だったんだ、マジ。あ、バカだ。いい土地買ったのに行かせてねえな。やっぱそこなんだ、みんなやっぱそこ行くんだ。だよな、俺もここやりたい。もう一回いけると思う。やっぱ取られたな。すんげえ金積んでんじゃんこいつら。じゃあここでいいや。めっちゃ金たくすごくないここの土地。前代未聞だぞ。じゃあいいよ、俺ここでいいよ。大丈夫。これ多分32ぐらいだから、いける。すげえ、土地代2万はおかしいだろう。ソナーとポーズ発見効率は絶対にポーズの方がいい。ソナーは500ドルで 100% 見つけられないけど、ポーズは100ドルで 100% 見つけられるから、絶対ポーズの方がいい。
あ、そうなん、最初、あ、そっか、わざわざ大きくしてバンって打つ必要はないってことな。油田探すのは、あの、坊主が一番効率いいし、ただその見っけた時に探して、もう枝分かれさせまくっちゃうぐらいだったらソナーを打った方が安上がりなんだよな。でも小さいソナーも一発100ドルかかるからね。今回じゃあ、まずタンクベースの土地の配分にして、あの、パイプ伸ばす前に、あの、一番ちっちゃいソナーをバチッと打ってみて、見つけたらそこにドリルを突っ込む戦法でいくか。まあ、やり方変えてみて、そっちの方が良ければいいし。まず坊主で探しつつ、あ、見っけたらサーマルで、サーマルじゃねえや、ソナーでこうやって探すっちゅうことでしょ。あったあった。でそうしたら絶対にドリルが失敗しないよねっていう話をしておるんでしょ、みんなは。効率悪そう。いや、なんとなく俺もそんな気がしてきた。あ、でもこれ1回目初っ端はそうかもしれないけど、もしかしたら終盤こう斜めにこう這わせてっていうか、俺あれだな、タンクベースで土地をどうのこうのとか言ってたけど、すっかりだな。まあいっか。これでタンクを2個置くと、めっちゃ近くに、こういうこと、あれ繋がってなくない、これどうやったら繋がるの。最後まで大きくしないと繋げられない。もっと早く言って。あ、いいんだいいんだ、大きくすれば繋がるんだ。あー、なるほどね、なるほどね。オッケーオッケー。あ、そういうこと、あれも押さないと大きくできないんだ。めっちゃお金使っちゃったな。これあれか、右がずっと高いモードだ。でもこうタンクでかいといける。あ、違う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 、伸ばすんじゃなくて、これでちゃんと油田を探してって、今回はそうするって俺言った。 あった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 。でこうよ、そうするとドリルの間違いがないから安上がりよっちゅう話ね。ずっと、しかも今回 1.97 だったから、実はタンクいらなかった説もあるんだよね。来た来た、えいえい、あったあった。こういうことで、でもう一人ぐらい雇っとくか。お、どこだ、あれ一人消えた。あ、ここか。あ、ちょうどいいね。で、深さこれぐらいが多分この辺でしょ。な。な。マジで。な。そんなことある？え、な。ないんだけど。坊主初めての嘘。ポーズどこなんだよ。一番下の可能性、ああ上がってくから、いた、あれか、ポーズ見えてないところまで見えてるのか彼は。あ、でそう、こうなってると分かるのが、ドリルにしなくても済むんだな。いやー、ソナーの無駄打ちしたな。あ、坊主ダメだ、逃げた。倉庫使ってない。そう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 、だって右ずっと売れんだもん。まあ今回はお試しで、まあこうやって大きくできるっていうのが分かったから OK じゃない。そしてもう油田もないし、おしまいだな、これで。もうさっさと売り上げてお金もらおう。うん、なんかガス大きくなってきたな。
まあいいんじゃない、すごいすごい売り上げてるよ。うん、まあ勝ったからよしよ。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いいたします。あとツイッターの URL が概要欄に貼ってありますので、ぜひフォローお願いいたします。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。